皆さんこんにちは、近藤です。今回のビデオではドレープの入ったパンツをご紹介します。このタイプのドレープは割とドレスであるとか、またトップなどに使われるテクニックですね。このようなドレープを使うことによってパンツがグッとシックになってドレッシーになる可能性もありますし、または生地によってはカジュアルにすることもできるかと思います。このように脇に縫い目がなくって前と後ろが1枚で仕立ててあります。布をバイアスに使うことによって柔らかいドレープが出て、そして足の間もきれいに収まるように、ここはアイロンで伸ばす必要がありますね。このドレープの数または深さ、いろいろとこう試しながら作ってみるのはとても面白いと思います。ぜひ皆さんも挑戦してみてください。それでは始めましょう。